こんにちは、くまです。はい、本日は担当企画上位6名を発表していきたいと思います。そしてこの度サイン本たくさんの方にご購入いただいて本当にありがとうございました。それでは早速上位6名に電話をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは1人目からかけていきたいと思います。わあ、すごい緊張する。もしもーし。もしもーし、お疲れ様でーす。ちょっと待ってください。お疲れ様。待って、可愛い機能ついてる。うちも可愛くしたいんだけど。お疲れ様でーす。今回電話したのは、マリカ。上位6人、おめでとう。嬉しい。おめでとうございます。早速選ばれた感想を教えてください。まずバトルが今回3回目、最終の結果発表の2時間前に予約数がもう今までもうめっちゃ多くて、でも多分今までのバトルは人数がめちゃめちゃ多いっていうよりかはアイソン1人の方とかが何冊あったりとか、で結構順位とか残ってたりしてたんですけど、ね、今回は多分1人で買ってくださる人数がめちゃめちゃ多くて、ファンのパパの人に協力してもらって、みんな何かシールなんか欲しいとかみんな見たいみたいな感じでやってて応援してくれて、あれです。いや本当におめでとう、アイスさん。ありがとうございます。すごい今回一人一人の一冊一冊の思いがすごい詰まったバトル期間だったなって見てて思いました。めちゃめちゃ宣伝を毎日のようにしてて、あと買ってくれた子たちもずっと引用しててストーリー豆粒になるぐらいなので本当に嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ次に改めてファンの方々にメッセージお願いします。約2週間ぐらいバトルをくださってありがとうございました。上位6位入ることができて、それからも挨拶をお願いします。じゃあラスト、沖縄行くと思うんだけど、関東企画への意気込み教えてください。お腹が見つけたにお腹が出ないように痩せたいです。いや本当に毎日毎日ストーリーめっちゃ上げて、ファンの子たち一人一人にメッセージ返したっていう努力をずっと見てきたからこその結果だと思ってるので、本当によく頑張りました。ありがとうございます。だし頑張ろうね。はい、頑張ります。ごめん、あと最後、ビックリマンチョコ風のシールは決まりましたか？ステッカー、ステッカーの写真決まってる？決まりました。 OK、 したらこの後 LINE で送ってください。明日ね、失礼します。ここから初メンバッターだからさらに緊張します。ねえ、前緊張する、本当に。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃメイクしてました。あ、めっちゃメイクしてました、死ぬ。今大丈夫？はい、大丈夫です。今回電話したのはアイミン、おめでとう。関東企画上位6名に選ばれました。おめでとう。ありがとうございます。では選ばれた感想を教えてください。今回私初めてのバトルだったんで、すごいやっぱドキドキだったし、でも初めてだからこそなんか上位6名に入りたいなっていう気持ちも大きくて、だからできる時は配信してっていうかやって、その中で私で予約をしてくださった方が本当に多かったんで、思ってた以上に、本当にファンの方には感謝でしかないです。本当にありがとうございます、ね、もう最後の最後まで粘り続けた結果だと思う。そうですね、もう最後終わるラスト20分前ぐらいまでずっと配信してやってたんで、やってよかったなと思います本当に。じゃあ改めて購入してくださったファンの方々にメッセージお願いします。多分今回ストーリーとかで報告してくれた時に、エッグ初めて買ってアイミンに予約したっていう方が結構いたりもして、前回じゃなくて今回初めて多分アイミンにゲットしてくださった方もいると思うんですけど、本当に皆さんの一冊一冊のおかげでこういう結果になれたので本当にありがとうございます。いいページを作ります。
作ってこう。はい。関東企画沖縄行くんですけど、関東企画の意気込み教えてください。今回が雑誌の撮影がしっかりした雑誌の撮影初めてなので、うん、しかも初めての沖縄なんで、うん、え、そうなの？そうです、初めての沖縄です、私。楽しみながらいいページが作れるように頑張ります。楽しみにしてます、当日。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、アイミンってもうステッカーの写真決まった？なので、ちょっとまだ今、2種類で。OK、じゃあ決まったら送ってください。本当に今回はバトルお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。失礼します。頑張ろう。はい、アイミン終わりました。はい、じゃあ次行きたいと思います。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はぁ、緊張するね。うわぁ、嬉しい。まあ言ってない。今回新人上位6名おめでとう。上位6名に選ばれた感想を教えてください。やば、考えたのに真っ白だなこれ。あ、本当に応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。まさか僕が上位6名に入るなんてなかった、今までなかったし、今回結構かなり頑張ってたんで、それが本当になんか報われて、すごく嬉しかったし、みんなからの愛を感じるなって思ったし、なんか幸せでしたね。確かにいつもよりさ、ストーリー上げる頻度とかも多くなってさ、しかも一つ一つのストーリーのメッセージ性強くなかった？いや、それもちょっと強くして、うん、なんかあんま今まで結果がついてこなかったんで、あれだったんですけど、正直な話、でも一発目になんかストーリー上げて、次の日に朝起きたらこう結果が来るじゃないですか、その時になんかバーンって来てて、え、やばーみたいになって、俺これ本気だわってなって、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ケイシの思いが伝わったストーリーだったんだと思います。本当に良かったね、おめでとう。本当に、しかもすごいのはさ、まあ一発目から反響があったっていう話だったじゃん、はい、今日そこからさ、ちゃんと少しずつ少しずつ数字を着実に伸ばしてだから、諦めなかった結果だと思うんだよね、ケイシが最後まで。はい、だからやりきったなっていうの本当にすごいと思う。おめでとう。本当に皆さんありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。購入してくださったファンの方々にメッセージお願いします。でもさっきと同じように、やっぱりファンの方へのやっぱりあれが一番強くて、僕自身一人じゃ何も絶対できなかったし、本当ファンの方がいてくれたから、こうやっぱこういう結果にもつながったと思うし、本当に大事な存在だなっていう改めてやっぱり思うこともあったし、感謝の一言しかないですね、感謝とありがとうございましたの二言です。本当におめでとうございます。あと雑誌ちょっとめちゃめちゃカメラマンの前らへんに行ってめっちゃ撮るんで、楽しみにしておいてください。いいよ、前のめりの姿勢超絶いいと思います、はい、じゃあ最後に沖縄の関東企画に行くにあたっての意気込み教えてください。沖縄本当に遠く行ってないんで、それ関係ないか。まあ楽しみだよね、シンプルに。シンプルに楽しみじゃない、沖縄シンプルに楽しみ、なんか楽しみで、一番の意気込みは日焼けいっぱいしたいなっていうのを。おお、ケイシ君のギャランドゥーが飛んでるけど、ムキムキできてください。ギャランドゥーは反らないですよ。ムキムキできてください。あ、ギャランドゥーはそのままでいいらしいんだけど、ムキムキできてくださいとのことです。ムキムキだ、今日からジム行こうかな。いいじゃん。明日からしよう。今日から行きなよ。今日から行きますわ、ジム。あ、ちなみにさ、ステッカーの写真って決まってる？それ一番なんかステッカーが一番嬉しいな。ステッカーができます。関東企画も楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。またね、失礼します。まさかのケイシでした。はい、じゃあ次かけていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。もーちゃん、はい、突然ですが上位6名おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。え、何位なんですか？あ、気になる。なります。ももあは4位でした。やった。
めでとう。ありがとうございます。じゃあ改めて今回上位6名に選ばれた感想を教えてください。前回の雑誌がギリギリで確か入れなくて、うん、最後もみんなの数の追い抜きとかがすごかったから、うん、ちょっとギリギリかなとも思ったんですけど、うん、なんか DM って貧血だけど買ったよとか、うん、お手伝い頑張っていって買ったよみたいな子とかもたくさんいて、うん、みんなの手で4位になれてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。もーちゃんのストーリーは本当に見てて感謝の気持ちがすごい伝わってきた。あんまりなんか煽るようなことがあんま好きなのがあって、うん、なんか感想的にも若い子とかも結構いたんで、うんうん、なんかもらうってよりは欲しいなって思ってくれてる子が何か買ってくれたらいいなっていう気持ちでストーリーを上げてました。めっちゃいい、めっちゃ良かったよ。じゃあ沖縄と、うん、シール、そう、ビックリマンチョコシール、楽しみ。じゃあ今回購入してくださったファンの方々にメッセージお願いします。最後までみんなで、うん、ありがとうございます。みんなで癒してくれたもものページを気合い入れて可愛くできます。頑張ります。ありがとうございます。すごいよ。絶対可愛いページになるし、今回はみんなで作り上げるページにしたいからやってこう。はい、頑張ります。じゃあ上位6名で沖縄行くんですけど、ごめん最後1問ね。それに向けての意気込み教えてください。すごい楽しいんで可愛いページにいるんじゃないかなと思います。もうみんなの個性バチバチで意見言い合って、ここはこう、ここは違うって言い合って超いいページにしていきましょう。はい、頑張ります。じゃあ本当に上位6名、そして2週間お疲れ様でした。ちなみにビックリマンチョコシールの写真候補って決まってる？探します。はい、送っといてください。はい、じゃあまたね。お疲れ様です。はい、じゃあ次行きたいと思います。もしもし、やばい、減っちゃいます。お疲れ様です。ネロタン、おめでとうございます。ネロタンは今回関東企画上位6名に選ばれました。おめでとう。だって、うん、3連覇なんですよ。知ってるよ。マジで一番メンタルしんどかったんです。 2週間ちょっと、うんうん、めっちゃ嬉しい。本当に本当に毎回毎回すごいなって思うんだけど、やっぱさ、回数を重ねるごとにプレッシャーってどんどん大きくなってくるもんね。本当間違いない、違いないし、うん、めっちゃ嬉しい。でも今までセリさんからかかってきた電話で多分一番嬉しかった。じゃあ改めて今回その上位6名を勝ち取った感想を教えてください。もう嬉しいのはもちろんで、バトルが始まって3回やって3連覇できたのがめちゃくちゃ嬉しくて、とにかくめっちゃ嬉しいです。本当に伝わってくるよ。マジでめっちゃ嬉しい。もう本当に負けたくなかったから、うん、あんまり負けたくないとかストーリーはあんま書かないんですよ、うんうん、なんかあんまりそういう自分の気持ち。でも今回マジで負けたくなくて、うん、もうストーリーとか宣伝ストーリーとかでめっちゃ出てたと思うな、自分でも思うぐらい思いが強かった、うん、です、うんうん。メロタンって普段可愛いをさ常に提供し続けて、自分の気持ちいいとかってあんまり発信しないじゃん、うん、いや、そうなんですよ。だけど今回すごい、なんだろう、思いがすごく伝わってくるストーリーが一つ一つあったなって思って、めっちゃストーリーもこだわって、うん、だって3時間ずっとインスタにいてたんですよ。あれ1個作るのに30分以上かかってるんですよ。そうなんだ。どうしたらどうだろうとか、うん、本当に今までよりも気合い入ってました。だから本当にただただ嬉しくて今、うん、いや、なんかすごいストーリーを見て頑張りがすごい伝わってきた。購入してくださったファンの方々にメッセージお願いします。アイシュが本当に思うのが、27人モデルいて、うん、その中でアイシュを指名で買ってくれてることがもう何より嬉しくて、うんうん、でめっちゃ嬉しくないですか、セリさん。でもそれって嬉しいよ。いる中から自分を指名してくれるってもうめっちゃ嬉しいじゃないですか。もうとにかく本当にありがとうだし、また今回もいっぱいサインかけるなと思ったら、うん、サインかける日がめっちゃ待ち遠しいし、いっぱい書かせてくれてありがとうなのと、アイシュ選んでくれて本当にありがとうです。愛だね。じゃあ関東企画また沖縄行きますが、意気込み教えてください。はい、
もちろん前回よりいいページ作りたいのと、みんなからの愛を噛み締めていける、うん、メンバーと一緒に楽しみながらいい雑誌を作って、うん、全力で頑張りたいです。本当に楽しもう。だって誰でも行けるわけじゃなくて、うん、ファンの子と一緒になんかその行くものじゃないですか。だから普通の撮影よりも、うん、みんな一人一人絶対気合い入ってるし、うん、来週もそれに負けじと混ぜて頑張りたい、うん、いっぱい盛りたいです。持ってこう持ってこう。誰でも行けるわけじゃないし、うん、めっちゃだからありがとうと思います。ありがとう。じゃあ全力でやりきっていきましょう、はい、いや本当に頑張ります。めっちゃ嬉しいです。おめでとう。じゃあ最後にステッカーの候補の写真って決まってますか、はい、送ります。それも決めてるんです、うん、OK、本当にありがとうございます。おめでとう。じゃあまた私メロタンと沖縄行けるの楽しみにしてるので。いや本当に楽しみですね。2回目やりきっていきましょう。はい、ありがとうございます。またね。はい。本当にたくさんの愛をありがとうございました。いやマジで今メロタンに言われて、確かにこのページファンの方々とモデルが一体となってできるページだから、うわ感慨深いですね。本当に皆様ありがとうございました。はい、じゃあ次かけていきたいと思います。もしもーし、お疲れ様です。お疲れ様です。チカは待って待って。じゃあ改めて今回電話したのはエリカ、おめでとう。嬉しい。エリカは今回の関東企画上位6名に入りました。おめでとう。嬉しい。ドキドキしてたもんだってずっと。じゃあ改めて今回選ばれた感想を教えてください。エリチは4回ぐらい雑誌やってて、最初の方は LINE ライブで入ったから、そのファンの方とかが買ってくれたりとかして、結構割とサイン買ってくれる人はいっぱいいたけど、それとそっからやっぱりやってくるにつれて自分の頑張りとかが変わってきて、うん、まあ、落ちちゃったところもあるけど、なんか今回はなんか最近自分がエッグに対する気持ちがまた変わってきて、うん、なんか自分も先輩になって上の立場になってきたからこそ、いるべき場所に いることをしないとなって思って、うんうん、いつまでもこのなんていうのなーなーにやるのはちょっと違うなって思ったから、今回の雑誌サイン入り雑誌をすごい力入れましたね、うん、先輩にもいい意味で見せれるものとか言えることとかいられる立場とかも多分なんていうの変わってくるかなって思って、めちゃくちゃその自分にとってもエッグにとってもすごいいい結果を出せたんじゃないかなっていうのはめっちゃ思ってます。嬉しい、本当に嬉しい。なんかこれだけじゃないじゃん、だってこれで沖縄行けるから嬉しいですとかじゃなくて、これからのエッグに対してエリがどういう立場でいられるのかっていうのが多分また一段と変わったから、うん、それが嬉しいかも、それも嬉しいかも。し、うん、この間後輩そのランとかさ、マナペコとかネオンとかに話してたようにさ、時代を切り開いていくメンバーに対して、うん、すごく強い熱い思いを持ってるエリカが、こうやって自分がここまでやりきったんだよっていう背中を見せたことによって、下の子たちも多分ギューンって、うん、やる気もアップしてくると思うし、私も私もってな伝染していくと思うの、いい伝染がね、そういうのが今回発揮できたなって思ってすごく嬉しい、うん、本当に嬉しいです。間違いなく本当にだ、そこまでエリもなんかさ知名度がさ周りの子よりあるわけじゃないけど、こういう上位6位に入れるんだよっていうのを見せれたのもすごい良かった結果だなと思う。知名度も人気もあるよ、その上で本当におめでとう。うん、ありがとうございます。ドキドキだった。そうだよね。じゃあ購入してくださったファンの方々へメッセージお願いします。購入してくださったファンの方々へ、すごい毎日エリチのインスタを見たりとかツイッターを見たりとか、すごい多分毎日ストーリーとかもめちゃくちゃうるさかったと思うけど、けどなんていうのかな、みんなもエリと同じように頑張ってくれて、エリの姿を見て私も頑張りたいとかで DM すごいみんなしてきてくれて、こういう時にしか反応しないみたいになっちゃうかもしれないけど、でもその中でもみんなと関われたっていう濃い2週間だったなっていういい意味で、すごいこの結果を出せたのもなんていうの、信頼関係がまた濃くなったような気がするから、うん、これからいろんなことをみんなにもっと発信できるようにもっと成長していきたいと思います。応援よろしくお願いします。ファンの方々と勝ち取った結果だと思うので、はい、本当に誇らしいですね。今回担当企画上位6名で沖縄に行くんですけど、はい、それにあたって意気込み教えてください。絶対にページは可愛いと思うんですよね、きっと。
私あの後輩も一緒に行くと思うんですけど、その後輩たちになんていうの一緒に作り上げれるものがあると思うから、今よりもっといいものを、うん、沖縄 でそこで、まあ、みんなとの仲も深まって、うん、なんかそこでも信頼関係とかちゃんと作れるようにしたいですね。友達みたいな感じ、うん、なのが理想ですね、うん、その沖縄行くのも仕事かもしれないけど、うん、所詮エッグファミリーの中で行く旅行みたいな感じで、そこでめっちゃ熱い関係が作れたらいいなって思ってます。今回の沖縄はみんなで作る最高のページにしましょう。はい、しましょう。ちなみにさ、スナップの写真ってもう決まった？あ、スナップだよ、ごめん。ステッカー。クリマンの。うん。オッケー、したら、決まったら送ってください。じゃあ、改めて、本当にかっこいい姿、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。おめでとう。マジでかっこよかったよ。またね。はい、ありがとうございます。バイバーイ。改めて今回モデルちゃんたちのサイン本を買ってくださったファンの方々、 YouTube、ストーリー、TikTok、 常にエッグを応援してくださっている皆様、本当にありがとうございました。皆様のたくさんの愛のおかげで今回もエッグ秋号発売することができます。本当に雑誌を発売できることって当たり前じゃないし、やっぱり皆さんが見てくださってるからこそ、で皆様がいろいろな意見を私たちにぶつけてくれるからこそ生まれるものだと思っております。最高の雑誌を私たち編集部、そしてモデル一同全員で取り組んでいきますので、ぜひ皆さんお手に取ってご覧ください。今回上位6名になったのは、アイサ、アイミン、ケイシ、モモア、アイメロ、エリカでした。本当におめでとうございます。そして今回上位6名になれなかったけど、全力で2週間ちょっと駆け抜けてくれた、駆け抜いてきたエッグモデルのみんな、本当にお疲れ様でした。最高の雑誌にしましょう。はい、本日も動画を見てくださってありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてどしどしコメントお願いします。モデルの予約数バトル、関東企画と特典をかけたバトルはもう終了しましたが、9月末までサイン付き雑誌は発売しておりますので、ぜひ皆さん推しのモデルのサイン本ぜひ購入してくれると嬉しいです。はい、じゃあ引き続きエッグをよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。